侵略の脅威再び。こんにちは。歴史動画の第7回目ということで、今回は産業革命と日本の開国について扱っていきたいと思います。前回の動画で鎖国によって日本は間接侵略の脅威を排除したんだっていう話をしたと思います。その後200年間くらいっていうのは、まあ侵略の脅威を排除して平和な時代を過ごすことができていました。しかし幕末の頃になると、再びこの侵略の脅威っていうのが日本に迫ってくることになります。そのきっかけというのは、イギリスで起こった産業革命です。産業革命っていうのは、ざっくり説明すると1700年代の半ばくらいに起こった技術革新なんですよね。で、どういったことかっていうと、今まで人の手で行っていた作業っていうのを機械を使ってできるようになったよということなんです。これによって生産効率がめちゃくちゃ良くなったんですね。それで大量に生産するためには大量の材料が必要になってくる、こういうことになるわけです。そうすると今まで以上に植民地の争奪戦っていうのが非常に激しくなってくるっていうのは想像がつくかと思います。さらに重要なことっていうのは、機械が出てきたことによって、それまで帆船だったのがエンジンがついた、いわば動力のある船に変わっていったということなんですね。そうすると軍艦の性能っていうのがそれまでと比べて飛躍的に向上し、行きたい時に好きなところに行けるようになったんです。さらに大きな大砲なんかも人の手ではなかなか動かせなくても、動力があれば動かせますよね。つまり武器の威力も上がったんですよね。この結果、1800年頃からイギリスとかロシアとかそういった国の船がちょいちょい日本にやってくるようになります。こうなってくると、今まで軍事力を背景にして外国からの開国要求っていうのを突っぱねてきた日本ですが、だん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 外からの圧力に押されてくるようになるわけですよ。それでも幕府は異国船打ち払い令なんかを出したりして、まだ頑張ってきたわけなんですけども、清国、これがイギリスにアヘン戦争でボッコボコにされることによって、ついにアメリカの4隻の軍艦の圧力に負けて開国をせざるを得なくなってしまうという事態に陥ってしまうわけですね。これが1854年に結ばれた日米和親条約というやつです。日米和親条約自体っていうのは、アメリカの船が日本に寄った時に水とか食料とか燃料を供給してあげますよっていう、まあその程度の条約なんですけども、門戸を開いてしまったことによって日本に外国からの勢力が入ってき始める、こういうきっかけになったということなんですね。ちなみにこの頃の燃料っていうのは主にクジラの油が使われていて、そのための捕鯨船が世界各地を飛び回ってたわけですよ。で、日本に開国を要求してた一番の原因っていうのも、その捕鯨船が停泊するための場所が欲しかったからということなんですね。乱獲しまくって油だけ取って他の部分は全部捨てていたような国々が、必要な量だけを取って骨まできちっと使っているような日本を批判しているわけですから、まあ笑えますよね。民主党並みに特大のブーメランが突き刺さってます。次回第9回目では、不平等条約として有名な日米修好通商条約、これについて扱っていきたいと思います。この条約っていうのは勘違いされてる方が多いっていうのと、ものすごい重要な条約だっていうことで、動画1回分丸々使って解説をしていきたいなと思っています。 YouTube でご覧の方は動画下の登録ボタンから、ニコニコ動画でご覧の方は右上の、お気に入り登録ボタンから登録をよろしくお願いいたします。